はい、こんにちは。前チャンネル前原でございます。はい、今日はこちらでございますね。スターウォーズのプラモデル12分の1スケールのデストルーパーですね。では早速こちらを作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがデストルーパーですね。すごいかっこいいですね。いい感じでね、テカっててね、これはこのまま何もウェザリングも何もしないでいこうかなと思ってるんですけれども、ちなみにこちらのプラモデルはデストルーパーのスペシャリストとノーマルのデストルーパー両方作れるみたいですね。それで私は武装のスペシャリストにしてみました。でステッカーなどは全く貼っておりません。はい、頭部はこのような感じになっておりますね。ちゃんとね、あの目の部分は緑色のクリアパーツが入っております。あとこの下の部分、これあのデストルーパーのマスクで喋ると光るところ、あそこもちゃんと緑のクリアパーツが入ってますね。かっこいいよね。すごいかっこいい。それで3つほど武器がついてきたんですが、多分これブラスターライフルかな。名前間違ってたらごめんなさいね。あとこっちがなんだろうね、これチョックブラスター違うかもしれない。あと腰にブラスターピストルをつけてますね。プラモデルと SH フィギュアスで決定的に違うのはスケールが正しいんですよね。12分の1で劇中のスケールが再現されてますので、だいたいこれで大きさがわかるわけですよ。で今ね、過去のねプラモデル、スターウォーズのプラモデル後ろに置いてあるんですが、ちょっと比較してみましょうか。まずはこちらですね。もともとねストームトルーパーだったのを塗装してショックトルーパーに変えたんですが、だからこれは普通のストームトルーパーの大きさなんだけど、やっぱりちょっと大きいですね、デストルーパーの方が。はい、続いてファーストオーダーストームトルーパー、これもやっぱり全然デストルーパーの方が大きいですね。続いてボバフェットです。ボバフェットと比べてもやっぱりデストルーパー大きいね。続いてカイロレンでございますけれども、カイロレンはちょっとフードかぶってるからね、だからちょっと大きく見えるかもしれないけど、まあ、それでもやっぱデストルーパーの方が大きいかなーって感じですね。はい、続いてキャプテンファズマですね。これはねファズマの方が大きいかな。はい、最後に我らがベーダー卿ですね。もうベーダー卿も明らかにでかいね。すごいね。やっぱデストルーパーが横にいてもベーダー卿の方が全然でかいから、さすがの存在感ですね、ベーダー卿はね。こうやって並べるとやっぱいいですね。今回のローグワンっぽいんじゃないですか。ただこのデストルーパーね、オーソンクリニックの特殊部隊みたいだから、ダース・ベイダーとこのデストルーパーの関係が今回どうなのかちょっと分かんないですけど、まあその辺もちょっと楽しみにしましょう。はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデルデストルーパーでした。ということで今日の動画もしよかったなとか、デストルーパーかっこいいと思った方は是非高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。今日はですね、ちょっと深夜撮影のためにエイシン君はおりませんけれども、私一人で頑張って撮ってみました。はい、ではやっていきましょう。コメント回答コーナー、わおわおわお、一人でコメント回答わお。はい、ということで一つ前の動画、超おすすめスマート R2D2 の動画のコメントを回答していきたいと思います。マカロンミントさん、前原さんはログワンいつ見に行きますか。そうですね、僕はあの公開日に見に行きたいと思っております。なんかね、公開日の0時にね、上映始まるところもあるみたいなんだけど、うちの近く の劇場はやってないので、普通に仕事終わって、金曜日仕事終わってから見に行きたいと思いますね。なんで6時の回も間に合わないからレイトショーかな。トロネコさん、ローグワンに R2 と C3PO って登場するんですかね。どうなんだろう、登場しないんじゃないかな。多分登場しないんじゃないかなと思うんですけど、ただ噂ではエピソード4の10分前ぐらいまで描かれるっていう話なので、もしかしたら出るかもね。はい、ということで今回の、スターウォーズのプラモデルデストルーパーの、コメントの回答はこの次の動画の最後でやらせていただきたいと思いますので、ぜひこちらの動画にもコメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。